年末恒例イベントより小さいディセンバークオート SCHILDRE N より大きいが、2017年は3日間4公演の規模で開催された。先頃、12月1日に六本木バリットドットで徳永健と沖千鶴を迎えて行われたより小さい DECEMBERS チルドレンエキストラより大きい。12月2日に赤坂ブリッツで開催されたより小さいディセンバークオート SCHILDREN チルダ SUPPORTED by JWAVE ソナーミュージックチルダより大きいのレポートを公開したが、続いては12月3日に赤坂ブリッツで行われたより小さい DECEMBERS チルドレンより大きいの模様をお届けしたい。DECEMBERS チルドレンより大きい出演者画像音楽事務所ムービングオン主催より小さい DECEMBERS チルドレン最終日。夜の部にはザ・ノーベンバーズ、ギリリミット、ジーク・スリープ・シープというハードでポップなメンツが集った。ジーク・スリープ・シープ画像7点先陣を切って登場したのはジーク・スリープ・シープ。ラーチェンシェル、アシッドアンドロイドのユキヒロ、MOSOMETONEBEN、DER の桃和弘、リンとしてしぐれの345という一期当選のメンバーからなる3ピースバンドだ。シューゲーザー、グランジ、オルタナをハイエッジな現代的サウンドに蘇らせるジークスリープ SHEE。B らしく、ハードでタイトな16ビートをローラーコースターのように鳴り響かせてステージは幕を開ける。一曲目は、フィードバックだ。サビのフレーズで345のボーカルが加わり、曲はカラフルさを増す。ここで曲の表情がガラリと変わるのだが、それぞれのバンドから集う。スペシャルバンドの醍醐味、化学反応を実感できる瞬間だった。歪んだギターの音色が反響する中、リズム体が蛇にうねる、プラネットゴースト。声もフレーズの一部として利用するトリッキーでアートなアンサンブルから、345の歌声がり、とするドリーミンポップ、爆裂のギターサウンドまでを自在に横断する、ご飯。天井に昇るようなビメロが極上のアッパーなダンスチューン、ローストアゲイン。荘厳な SE を皮切りに切なくも甘くまどろむラブソグを345が聞かせる、かくれんぼ。サビは圧巻のスケールを見せる。間髪を入れずにステージは進む。カーニバルのパレード感に溢れた、ストレンジサーカス。バジークスリープシープ流ハッピーチューン。賑やかなワクワク感にフロアが湧く。そしてラブ&ロケットのカバー曲であるモーターサイクルではダークながらポップにビートがうねり出す。そしてフィナーレはロマンチックなギターのアルペジオで始まる羊。夢で会いましょう。そんな乙女心にキュンとくる甘く切ないラブソングだ。マジカルな魔法をかけるように観客を引き込み、やがて大阪。よくの爆裂アンサンブルを聴かせるエンディングで終了。ほとんど MC はなく、一気にジークスリープシープは走り切った。ビリリミット画像 9.ロックとエレクトロ、エンターテインメントとアートが融合し、多ハイブリッドな新世代サウンドを聴かせる5人組のリリリミットが2番手で登場。サンプリングした声とリズムがフリーキーなビートとなって会場を包み、ブナカ、A ショートフィルムでステージはスタート。このアートテクノ風エレクトロダンスミュージックはハッピーサッドな多幸感に溢れていた。一転して、オブザーブではゴリゴリのファットなビートが前のめりに転がっていく。不穏な空気をはらむスリリングなサウンドの中に、ちょっと、したスイートメローなテイストが混じっているのが小粋だ。ユニットバスはバロック風な4つ打ちビートが立ったニューウェーブポップ。ここに生々しい人肌や生活の臭みを感じさせる歌詞が乗ってくるのは新鮮。無機質、無味乾燥といったテイストもエレクトロの魅力の一つだが、ここ。
で、リリリミットが見せた生々しさはかなり引っかかりがあった。続いては新曲が2曲。アフリカンビート風の土着的なリズムがどんどこと響く中始まったのは、ゲットアップ。2010年代のシティポップのシャレも含んだこの曲の中毒性はなかなかのもの。癖になるビートが頭をぐるぐると回る。エンクローズデザイアはメローネスでヘビ。そしてセクシー。中低音のベース音がざわざわと心を騒がせる。ラストは競争感で圧倒する。ERAION。スタジアムロック風のフレーズがこれでもかとなり響く中、メンバーがどこかクールなのも面白い。もしかするとスタジアムロックや EDM のパロディなのかもしれない。そんなことも考えさせられた。リリリミットはまだそこを見せていないようだ。ザ・ノーベンバーズ画像7点フロアが温まった中、鳥を務めたの。はオルタナティブロックシーンの最前線を走るザ・ノーベンバーズ。デカダンなフェロモンを放ち、方向する爆音と繊細な歌心。が同居するサウンドでこの夜も観客の心を捉えた。ステージは新曲タイトル未定で始まる。いきなりのドラマチックなバラードに胸がざわめく。美しき余韻が漂う中、純低音が重層的になり響き、ハレルヤ、え。ハレルヤ、とは賛美、感謝、歓喜などの意味を持つ言葉。見たことのない場所で聞いたこともないような音を聞いているような錯覚にとらわれる。ハクチューム。歌が進むにつれて様々な音色、フレーズが折り重なっていき、空が明けるような祝祭感が訪れる。客席が照らされてのエンディングは、まだに曲目にもかかわらず、ステージのオーラスのような圧倒的な迫力で迫ってきた。リメロがロマンチックな、綺麗な海へ、に続き、ゴリゴリした。ベースが効いたハードなメタリックナンバー、千年。ノイズで塗りつぶすような荒れ狂うバンドサウンドは、心、のやばいところのスイッチを押すようでスリリング。MC を挟まず次々とナンバーが繰り出されていく。ハードコアなギターカッティングが光るデカダンでソリッドなビートロック、DY。ポリア、では、ボーカル、小林雄介のシャウトがフロアを突き刺す。戦場的なザ・ノーベンバーズ流ロックンロール。壊れる、ではステージを赤いライトに包まれる。彼らの劇場は赤と黒がよく似合っている。混沌としたヘビさの中にナイフの切れ味を忍ばせた、ブラッドミュージック.1985、曲名確認、でも小林のシャウトにフロアは圧倒される。そして、黒い虹。演奏はどんどん加速していき、客殿のついたフロアにドグマのような音の葉が洪水のように押し寄せる。サンキュー。小林の一言でようやく演奏が止む。放心状態のようなフロアに小林が囁くように語りかける。今日のイベントでは大切な人と同じステージに立てました。その大切な人に捧げます。アンコールのつもりで聞いてください。ラストナンバーは小林の敬愛するラーチェンシー。L のクレードル、作曲、ゆきひろ。この壮大なバラードでザ・ノーベンバーズのステージはおごそかに幕を閉じた。3組の出演者が三者三様のタフなロックを聴かせた D。ECEMBERS チルドレンの最終夜。劇場型のストロングスタイル。そんな切れ味の鋭いバンドサウンドが鳴り響いた夜だった。取材、文、山本高政、より小さい DECEMBERS チルドレンより大きい2017年12月3日アットマーク赤坂ブリッツセットリスト、ジークスリープシーク、01.feedback02.planet-ghost-03.goham-04.lost-again-05.kakurenbo-06.strange-circus-07.motorcycle-08.hyg ギリリミット01.a ショートフィルム02.observe03.unitbus04.getup05.encloseDesire06.erion ザ
ノーベンバーズ、01. 新曲タイトル未定 02. ハレルヤ 03. 綺麗な海へ 04.1000 年 05.dyspHORIA 06. 壊れる 07. ブラッドミュージック.1985 くらい虹 08. クレードル・ラーチェンシェルカバー。ディセンバークォートエスチルドレンより大きいオフィシャルサイト、より小さいディセンバークォートエスチルドレン、オフィシャルツイッター、ジークスリープシークオフィシャルサイト、ザ・ノーベンバーズオフィシャルサイト、ビリリミットオフィシャルサイ